コンセプチュアルアートは1960年代から1970年代にかけて世界的に行われた前衛芸術運動。日本では当時概念芸術や関念芸術と訳され、美術評論家の千葉修雄は代表作家として高松二郎を先駆者として松沢育、後継者として柏原恵務の名前を挙げた日本概念派のムーブメントも起こっていた。 1966年から1972年にかけてが最盛期。アイデアアートとも現状欄ランが別途、イデアアートを定義するまでは呼ばれていた。この校では当時最も先鋭的だった欧米の動きについて外観する。コンセプチュアルアートのルーツは1910年代のフランスのマルセル・デュシャンの仕事に求められる。 デュージャンは、従来の絵画や彫刻という形式に当てはまらない、レディメイドという芸術形式を提起した。1950年代、抽象表現主義に対する反発として、アメリカ合衆国で、ネオダダ運動が起こり、デュージャンが再評価された。ネオダダのアーティスト、ロバート・ラウシェンバーグは、ウィレム・デクーニングに提案して、ドローイングをもらい、それを断念に消し去って、 消去されたデクーニングのドローイングという作品を制作した。ポップアートのアンディブ・オーホルもエンパイアなどのコンセプチュアルな個人映画を次々に制作、上映し、話題になった。ヨーロッパにおける先駆者としては、イブ・クラインとピエロ・マンゾーニの存在が大きい。フルクサスの活動はしばしばコンセプチュアルアートとの親近性を見せており、小野洋子の活動はその最たるものである。 ゴダール監督の映画、小さな兵隊は、コンセプチュアルアートのタイポグラフィック的なスタイルに大きな影響を与えている。コンセプチュアルアートは、ミニマルアートの次のアートとして、アメリカ合衆国の CIA の支援の対象となったジャンルである。最終的には、ジョセフ・コスースが、温度取りの位置を占めたが、そこに至るまでには、右よ曲折があった。はじめローレンス・ウェーナー。 ロバート・バリー、ダグラス・ヒュー・ブラーが注目されたが、ソルル・ウィートがコンセプチュアル・アートについてのパラグラフというエッセイを発表すると、これがコンセプチュアル・アート宣言と位置づけられた。よく引用されるフレーズは以下である。文書による指示のみで作品とするのが純粋なコンセプチュアル・アートである。作品の具体化の否定は画廊、美術館、 美術将来による特権的な芸術の戦友を覆そうという求心的な意図を秘めている。ローレンス・ウェーナーは私の作品は一度見ればその人のものだ。頭の中に入って取り除くことはできないと述べた。このためジョナサン・ボルフスキーの1から無限へのカウンティングはその典型例とみなされよう。 最後発のアートランゲージグループはコンセプチュアルアートを厳しく定義し直した。それまでのほとんどの芸術作品はアーティストの社会的、哲学的、心理的基盤を図解したものに過ぎないと切り捨て、その考えのもとに出版物、目録、文章、絵画の制作を続けた。彼らにとっては芸術作品の制作よりも芸術について論じることの方が重要だった。 彼らは初のコンセプチュアルアートの展覧会と称して1970年にコンセプチュアルアートとコンセプチュアルアスペクツ展を行った。現状グランアートアメリカ美術がヨーロッパ美術を乗り越えたとして抽象表現主義を盛んに商用したグリーンバーグのフォーマリズム理論が当時のヨーロッパでいかに反感を持たれたかを示すパフォーマンスに次のようなものがある。ありがとうございます。